はい、皆さんこんにちは。今日は、カスタムサを紹介させていただくんですけども、その前にお知らせが2点あります。まず1点目、ドラート蜂蜜専門店ドラートっていうのをやってるんですけども、まあ、この春ですね、実はですね大阪に新しくお店ができます。で、まあ、それにあたってですね、今スタッフを募集してますので、まあ、興味ある方は、ドラート神戸店、京都店にお問い合わせください。2点目、はい、これどうでもいい話なんですけど、久保君がですね、ローターのカーボンクランクを入れることになりました。決めました。これどうでもいい話ですかね。はい、どうでもよかった。じゃあカスタマイズの紹介をしたいと思います。ですね、カスタム車の紹介をしていきたいと思います。じゃあ小田さん、これです。はい、はい、こちら、これもライブ配信でありましたね、ライブ配信でこのキャリーミーにロータークランクを入れるというカスタムをさせていただいたんですけども、はい、まあ、めちゃくちゃこれかっこいいと思うんですけど、さらにですね、まあ、追加で今回カスタムをさせていただきました。はい、はい、まあ、このいかついクランクを入れたらですね、やっぱ他も気になってくるわけですよ。で、今回カスタムしたのはこちら。はい、どうでしょうか。めっちゃいいですね。もうこれ見て欲しくなりますよ。クワくんブルー好きやからね。はい、はい、まあ、まあ最強と言っても、まあ、過言ではない最強のクランクですね。ローターのアルディを入れさせてもらいました。ここにこういういかついバーズ、まあ、さらにヘッドバーズですよ、クワさん。これヘッドパーツも、まあ、最強と言っても過言ではないクリスキングが入ったキャリーミー、はい、で実はここまでやったんですけど、ハンドル周りだけノーマルでした。まあ、こっち、はい、まあ、注文いただいたお客様もこう乗りながらですね、まあ、乗ってるとこう下見るじゃないですか。ほんならもう手元がねドノーマルなわけですよ。はい、はい、それがまあお客様が気になって気になって仕方なかったっていうので、まあ、とりあえずまあ一番いいポールを提案させていただきました。はい、はい、でもそれで買っていただいてくれるっていうねお客様なんで、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうですか。で、まあお客様も、まあ、今回このキャリーミーの車両に関してはちょいちょいターコイズが入ってます。はい、ターコイズ、まあ、メーカーではブルーだったりするんですけども、まあ、それぞれの色合いがバッチリ、ね、ヘッドパーツも決まってるし、チェーンリングボルト、あとはこのマルチエースのローラーですね、これもねちょうどいいターコイズみたいなのがあったんですよ。でそれに合わせてこのブレーキレバーですね、ポール、ブロンプトンとかだったらもう土定番で入れてる最強のブレーキレバーなんですけど、それにブルーの設定があるんですよ。それを取り寄せてちょっと入れてみようということで今回作りました。はい、で実物のポールのブルーって僕初めて見たんで、はい、ぶっちぎりこれ大丈夫かと思ってたんですけど、まあ、いざ届いてみるとですね、めちゃくちゃいい色する。一緒やんなこれな、はい、ほぼこれ肉眼、まあ、カメラでも映ってると思うんですけど、めちゃめちゃ同系色なんですよね。はい、はい、まあ、クリキに比べたらちょい濃いかなって感じかな。はい、うん、まあ、でもあのネイビーみたいなすごい濃いブルーじゃなくて、ちょうどいい塩梅でこのターコイズがちょいちょい入ってるキャリーミーにバッチリと似合ってます。はい、はい、これも想像以上でめちゃめちゃ気持ちよかったですね。はい、はい、でブレーキレバーに合わせてですね、まあもうこれも今ですね皆さん注文どんどんいただいてありがとうございますなんですけど、このケーブル、ブレーキケーブルですね、日線ケーブルを入れさせてもらいました。まあ、これもですね、まあ、ポールレバー入れたらもう日線入れましょうみたいなあのノリになってますね、多分。はい、でここもちょっと、まあ、ブルーはちょっとやらしいかなっていうので、ここはもうあえて、まあ、シンプルに、はい、クリアですね。ここ最近よくクリアブラックの注文が続いてたんですけども、こういうちょっとシルバー系統になるんですかね。まあ、クリアという設定、クリアというカラーになるんですけど、はい、まあ、すごい見た目が軽くなるので、このクリアも使い方によってはこんな感じでバッチリ決まる感じですね。はい、すごい爽やかですね、ブルーと合わせて。で次にですね、ブレーキレバーケーブル変えた次グリップですよ。はい、グリップもやっぱねノーマル、まあまあ必要十分なんですけども、まあ、ちょっとねやっぱこういうかっこいいパーツ入れてくるとね、ノーマルパーツがどんどんどん気になって、まあ、ちょっとまあ釣り合わなくなってくるんですよ。はい、そうなった時にこちら PDW ですね。はい、はい、PDW の
シルバーを入れてます。でこの PDW のシルバーもちょっとこうポリッシュがかっててクリアを入れたりとか、まあ、ちょいちょいシルバーパーツありますんでその辺との相性もバッチリですね。まあ、キャリーミーってこのまっすぐなストレートの部分のバーがちょっと短いので、ね、こういうちょっと130ミリのグリップと結構ギリギリなんですけども、まあ、ポールレバーを入れることによってちょっとね余裕が出ますんで、まあ、これだったらもうエルゴングリップのバーエンドスとかも全然入るようになります。ちょっとノーマルのブレーキレバーはねちょっと厚みがあるんであんまりこう内側に入りきれないことがあるんでそこちょっと注意点ですかね。はい、はい、であとですよもう一個ちょっとこれまあほぼ強引につけて、はい、まあ、つけちゃったんですけどこれちょっとねインスタでチラッと上げた時になんぼすんのってお客さんからツッコミが入ったんですけどこれちょっと取り寄せてみて合わせたらですね、はい、めちゃめちゃこれもバッチリですよね。そうですね、ちょっと、はい、これヘッドパーツとかねこうブレーキレバーのこの並びのこのブルーめちゃめちゃ色合いがバッチリです。でこれ今まで入れたことがなかったんですけどもこれ久保君がね、はい、あそういえば言うて大阪にあったかもみたいな感じで、はい、キャリーミーで使えるパーツが大阪店にあったかもっつって、はい、久保君がひらめいたんですよね。はい、で一発ちょっと取り寄せてみましょうかっていうのでまあこれですよ。もう本当にまあ予想外ですよね。こんだけ色合いが合うとは思わなかったです。で、ちょっと心配されたのがですね現行のキャリーミーのこのシートクランプでなんですけども、まあ、フレームにですね結構この辺ぐらい上からこの辺ぐらいまで被っててぶっちゃけそれを外したら塗装がねまあまあ傷ついたり傷んでたりするんじゃないかなっていう不安があったんですけども、まあ、ちょっとこれを入れた事例がもうこれが初なんで何とも言えないんですけど意外とですね全然傷とか塗装の汚れもなくパカッと取れたんでちょっとこれに変えさせてもらいました。はい、でまあ見た目もアルミパーツが表示のこの辺まであるんでちょっと重量をね測るの忘れてたんですけど、まあ、軽量化になってると思います。はい、はい、で、これ芋ネジがないのでなんかパカパカですね、まあ、折りたたみ自転車って椅子を上げたり下げたりするときに絶対このクランプを緩めたり締めたりするんですけどそのタイミングでクランプが抜けないかガバガバ抜けないか心配だったんですけども両面テープで固定させてもらえれば全然問題なくボコッと抜けたりとかストレスなく使えたのでまあいい感じかなと思います。はい、これ他に空張りとかあるんかな。なんかありそうですよねちょっとそうですね大阪店にはですねキャリービーのね神様がいらっしゃるんで、はい、まあ、キャリービーラボですね。キャリービーラボの所長がいるので、まあ、ちょっと今度聞いてみたいと思うんですけどこれはもうキャリーミーの鉄板のカスタムパーツにしてもいいんじゃないかと思いますね。まあ、あとはちょっと事例がないのであとはこのね塗装の傷み具合が他の個体でどうなってるかっていうのがちょっと実績がないので何とも言えないんですけど、はい、まあまあこれはねちょっとなんか定番にしていきたいなと思います。はい、はい、ちょっと大阪に聞いてね赤とか黒とかなんかちょっと発注できればいいなと考えてますね。はい、もしかしたらちょっともうこれ廃盤になってる可能性もあるのかな。徳馬くんも大阪におった時だから結構前やな。そうですね、その時もうすでに並んどったまだあった気が。あーなるほどね。そうですね、もしなんか急ぎでなんか欲しいなっていう方は大阪店にお問い合わせください。はい、はい、もしかしたらあるかもしれないです。はい、まあ、こんな感じで今回はハンドル周りプラスアルファでシートクランプを変えたんですけどもまあもうこれでほぼ完璧ですよね。はい、最強のキャリーミーかなと思います。ちょっとサドルもちょっとね検討いただきたいですね。あとから次々言っちゃうとあれなんですけどね、まあ、あとポートルケージのボルト、はい、あーさくらくん言っとったなこの間、ね、はい、ここにやります。あこれだ、一応用意しておきました。そうですね、よかった。これも勝手につけようかなって久保君と言ってたんですけどちょっとそれまずいなと思って、はい、ちょっとこれまたご来店に提案させてもらいます。はい、これですね、このボルトここにちょっとつければねワンポイントでいいんじゃないでしょうか。はい、はい、特に何もこれマウントしないと思うんですけどね、はい、ドレスアップでこういうのなんで、はい、Kさんぜひお願いします。お願いしますまあね、ちょっと1個勝手につけちゃってるんで2個目はちょっと怒られると思うんでやりましょう。はいですね、あとこれも192T、 あ
よかったら、ね、はい、ここでちょっとね、カスタムパーツのご提案ですね。はい、はい、キャリーミーに乗ってるお客様でですね、まあ、もうちょっとハイギアにしたいなというお客様、実はこういうカスタムパーツあります。マルチエースから出てるんですけども、はい、一応商品としてはこの刃とガードですね。でガードはシルバーとブラックと2パターンありますね、はい、であとは、リングがでかくなりますので長いチェーンを一式セットになったパッケージがあります、はい、いくらだったっけ。24,200円ですね、はい、まあまあします、はい、まあまあ全部セットですからね、はい、まあ、スギムの、刃とかガードと刃とかあったらまあ大体1万6,000円で落ちてくるんで、まあまあそんなもんかなと思います、はいはい。でこれは何するパーツかというと、標準のギアは 84T ですね、はいはい、T というのはこの刃ですね、トゥースですかね、はいはい、標準は84なんですけども、こちら 92T にギア比をアップさせるパーツがあります、まあ、大体まあ約 10% ぐらいですかね、はい、1割アップ、1割増しですね、はい、まあ、注意点は、まあ、ハイギアですね、まあ、ギアがないのでもう全体的にまあずっと重い感じになっちゃうので、まあ、上りでちょっとしんどくなる可能性があるので、まあまあちょっと平地メインでちょっとスピードをもうちょっと出したいというか、なんかはこのパーツありかと思います、はい、でなおかつ一応これガードと商品セットの商品なんですけども、まあ、ガードなしで乗ってこのままね、例えばこのウォータークランク入れるとどうですかね。バッチリだと思います、はい、かっこいいですね、はい、かっこいい。ちょっとかなりスポーティーな雰囲気になると思うんで、はい、まあ、ちょっとキャリーミーをちょっとね、間違った使い方するお客様結構いらっしゃるんで、はい、スポーツ車感覚でキャリーミーのお客様なんかはこれありかと思います。で大阪店の木島くんもこれつけてます。あ、木島くんもキャリーミー乗ってねえな、はいはいはい、木島くんも入れてるそうですね。でもローターにこれつけてますね。あ、ちょっと木島くんのスタッフバイク、はい、またキャリーミーも紹介したいですね。乗ってきてください。あ、まあ、今度いいよ。またねちょっと落ち着いたら大阪店にもちょっとね、はい、遊びに行って紹介動画撮りたいと思いますね。はい、まあ、ちょっと今ちょっとカスタムパーツね紹介しましたけど、キャリーミーもねいろいろカスタムできますんで、はい、まあ、ご検討中のお客様はぜひお問い合わせいただければと思います。はい、去年、まあ、結構一括にねカスタム注文いただいてて、それはねパーツが揃わないんでまだご紹介できないんですけど、はい、ちょっといかついキャリーミーカスタムをちょっと控えてますんで、それも完成したら紹介させてもらいます。はい、はい、ですね、はい、じゃあ今日はキャリーミーのカスタム車の紹介です。